カチュウ全角遊ぶかよくわかんない。キュウ皆さんこんにちは。静岡を応援するジェニアの静岡です。今日は日本平動物園に来ています、はい、動物たちが大好きなジェニアは今日も可愛い動物たちに癒されます。それでは早速どんな動物たちが暮らしているか見に行きましょうか。早速レッサーパンダがいます。可愛いですね。ちょっと犬に似てます。今ちょうど掃除中。ちょっと皆さん面白いのがあったよ。最初はどうしてこのカゴに動物いないかと思ったら、で表示読んだら人と書いてある。つまりここは、まあ、人がいるはずだけどもちろん見れられないけど、人である私たちの説明によると、平和を好み助け合って集団生活をします。しかし他の生き物すべてを絶滅させる力を持つ危険な動物でもあります。確かにそうですね。あともう地図見れば世界中いますね、うん、それは争えないですね。この説明に平和が好きだけど時々危険な動物ですよ。餌をくれ。ありがとう。この素敵なシーン、ありがとう。かわいい。すごいサービス。何度も。あ、素敵。ありがとう。かわいい。もう、なんかアーティストみたい。Я уже похожа как артисты, приноровились.次、ホッキョクグマのところに来ました。今ちょうど遊んでてすごく盛り上がってます。ちなみにこのホッキョクグマは私と同じロシアの出身と聞きました。ミンシュカフロシアの名字っぽいですね。びっくりした、こんなに近く。白いホッキョクグマ見たことない。今ちょうど遊んでいるところ、すごくラッキー。動画的にかわいい。じゃあなんかオスのクマはロシアの出身みたい。か名前はメンシコフと書いてある。かわいい。なんか夫婦みたいですね。夫婦かな。ちょっとでもオスはめっちゃでかい。本当にもう人より何倍も。で、実際に会ったら怖いですね。ちょうど今最初あれなんだと思ったらおもちゃですね。このおもちゃの意味何でしょう。まあ私の親戚のミンシュコフというロシア出身のクマに会いました。
私の一番に来たかったあのふれあいゾーンに来ています。ここ1時間しか動物と触れ合えないので、1時間から2時間まで、その間はいっぱい楽しもうと思います。急がないと。確かに動物疲れるので、1時間しか、それも十分ですね。かわいい、舐めてる仲間の掃除してます。ここ困れないかな、買おうかな、家で。お尻は枕みたい。かわいい枕。癒される、これは本当に癒される。すごくおとなしい、逃げようともしない。大丈夫か、眠いかな。でもう一人は今私のコートを噛んでいる、今食べようとしている。ボタン今食べている。なんか私毎回動物に何か食べられるところ、本当に大丈夫。何やってる何やっているあれやめてやめて、不良やめて。ボタン美味しくないよ、ボタン硬いよ。人参じゃないよ私のコート。あ、でも多分オレンジだから人参と間違えられて食べられるんですね。どれにしようかな、全部美味しそうだけど。もう生まれたばっかのひよこですね。これ1週間生まれかな実は私子供の時に自分のアパートでひよこを2匹飼ったことがあります。おばあちゃんのプレゼント、サプライズでしたけど、普通になんかペットみたいに飼ってた。よく遊びに来る人が驚いてた。ジェニアの家に来たらなぜか猫じゃなくてひよこが床を走ってる。声がかわいい。ほらもう俳優になっちゃった。よかったね。今ウサギ抱っこしています。もう子供の頃に戻ったかのよう。ここ冬にぴったり、寒い冬に寒い冬にぴったり、手が冷たいので温まる。素晴らしい、逃げないですね。ずっと膝の上にいますね。どうして逃げないかしら、怖いかな。怖い、もうこれからここに行きたくなりました。毎週行きたい。なんかストレスの解消のために仕事で疲れてここに癒されに行きましょう。これからいいところがあってよかった。違う子をいただきました非常に前に比べて、前の子に比べるとふわふわします。やっぱり種類が違いますね。同じウサギでも種類が違って、見えますか？ふわふわここ。
あれ、毎日これと一緒に寝たいんです。多分睡眠がぐっすりになるね。ウサギちゃんと一緒に寝たら暖かいし。友達になりました。あれ、妊娠してるかな。なんか非常に太く見える。あれは妊娠してると思う、絶対に。角がかっこいいよ。いい武器ですね。すげえ。三つ編み作ろうか。おお、ちょ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 。かわいいヤギちゃん。何？お、ほら見て見て。いいショットじゃないか。ください。くださいって言ったね。どうやって渡せるんですか。あなたスマートフォン持っている。困ったな。くださいって言われたの。似てる、似てるじゃん。いいショット。賛成って言った。いい写真って言いましたね。何？ごめん、聞き取れない。ロシア語教えようか。プリヴィーッ、プリヴィーッ。覚えよう。通じない。え？何？人？ごめん、後でもし皆さん聞き取れたらぜひコメントに書いてくださいね。彼何喋ってるか私全く分かんない。子供みたい。でもいいショットって言った。また考えながら喋ってる。すごい、ちゃんとロジックありますね。これで、わーおって言った。感動した。私もいいショットだと思いますよ。すごい、私も可愛いと思うよ。かっこいい。ブブブ、なんだ。キスしようか。ジュニア、それみたい。すごい喋ってる。人間みたい。よし。かっこいいよ。かわいい。名前なんだって。よしょ、よしょ、よしちゃん、よしちゃん、ようちゃん、ようちゃんですか、よしょ。めっちゃ頭がいいよ。そういうわけで、今回日本平動物園でとても楽しく時間過ごせました。特に印象に残ったのは、同じ出身のロシア出身のホッキョクグマとか、あと喋れるオウムとか、あと人間のための檻も面白かったです。また動物たちに癒されるために何回もここに戻りたいと思います。皆さんもぜひ日本平動物園も訪ねてみてくださいね。チャンネル登録して私と一緒に旅行しましょうね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ダステイチ。かわいい。